こんにちは。こんにちは。毎日夕方5時からのアクセサリーのコーナーのお時間です。ファサキャンもよろしくお願いします。お願いします。では今日は、はい、本日はですね、これです。何でしょう。見るからにケーブル。イエス。見るからにでもなんか丸っこケーブル。そうなんです。でこれこのように、うんうん、あ取れるんです。短っ。はい、5センチ。え、5センチもあんのこれ。あるんですよ。ケーブルを持ち歩く新しい形、ライトニングケーブルという、5センチの超短いライトニングケーブル。もちろん MFI 認証を取っているものです。でこれ、うん、結構ですね、今までキーホルダーそのものがこう広がって、うんうんうん、ライトニングケーブルになるみたいなのはあったんだけど、こういう外れるタイプは今までなかったんじゃないかなと思います。いや、なんか前あのキーやったっけ、うん、あれもね、うん、キーホルダー部分からそのまま伸びてたの、うん、ライトニングの端子が、うん、キャップがついてて取れるみたいな、うん、取れる、うん、そう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 。あれで実際私使ってたんですけど、うん、なんかねこうやって持たなくちゃいけなくて、あーそう、私的には、ま、そうちょっとなんか若干ね、うん、でもこれだと、うん、このように、うん、接続して、うん、このように接続して、うん、ここが普通の、うん、ケーブル、うん、純正のライトニングケーブルよりちょっと太いかなぐらいの太さしかないので、うん、こうやって持てるんだよ、こうやって、うんうん、でもともとあのこのキーホルダーに折り曲がった状態でセットされているので、うん、あ、まあ、要はここの強度を結構高めてあるわけです。なるほど。だこのように使っていても、うんまあ、負荷がかかりにくいケーブルになっています。いやもうこれだけで十分持ちやすいです、うん、全然いける。でどうしてもねゲームやってると気がつかなくて、うん、あやっぱあるある、今充電しながらでもやりたいっていう時なんかにすごく便利だと思いますね。しかも昨日もそうだったんですけど、出かけた時にバッテリー持ってってんのにケーブルを忘れて、よくある、うん、でもこれはですねキーホルダーにつけられる、うん、あずっともう、そう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 、カバンとかにつけとけってことか。常に持ち歩くものにくっつけておけば、うん、忘れないですね、ケーブル忘れ、そうあるあるがなくなる。なるほど。画期的なライトニングケーブルです。なるほどね。見た目もね、色も綺麗で、うん、コロンとした見た目も可愛い、うん、これ以外にも、おー、いろんな色がいっぱいある。珍しくね、ピンクとか、女の子向けのカラーもあります。男性向けで、うん、男性向けだったらブルー、うん、で定番色のブラック、うん、ホワイト、おー、あと先ほどのグリーンとあるので、うん、自分のね、バッグの色とか小物の色、うん、まあ、好きな色とかでチョイスすることができますね。なるほど。私だったらどれかな。グリーン？いや違う、こんなかやったらピンクか、うん、ホワイト。ホワイト、うん、私結構ピンク。ピンク、ピンク好きですね。このピンク綺麗、うん、なんかちょっと桜色っぽい、ね、パステルっぽい色なんだよね。そうですね。柔らかい色でいいと思います。あとこれね。なるほど、結構簡単に取れる。うん、意外と取り外し簡単なんだけど、しまってみるとパチンとしっかりはまる感じがあると思います。うんうん、取れない、取れそうな心配は別にない。全然ね、あのバッグの外側にブラブラつけててケーブルだけどっか行っちゃうっていうようなことはまずないと思います。うん、なるほど。そうそうそう。でこうやってもうフラットにケーブルの部分でコネクタもちゃんと収まるから、ホコリが入っちゃうとか、うん、ああなるほど、ここが中にぶつかって、うん、端子が破損しちゃうとかいうこともない。なるほど。結構ね、シンプルながらすごく考えられているんですよ、このライトニングケーブル。あー、結構かわいい、コロンとしてかわいいですね。そう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 。見た目もね、うん、結構ライトニングケーブルってかわいいもの少ない中、うん、これは女性でもかなり持ちやすいんじゃないかなと思います。うんうん、割といいなと思いました。うん、結構なんか持ってると便利、ね、便利そう、うん。いいと思います。ぜひカバンに一つ入れておきたい。うん、5センチの短めライトニングケーブル、うん、なるほど、チェックしてみてください。チェックしてください。あれは言わない、言いますよ、はい、今から、はい、今からフライングしました。お願いします。あですね、この今日のアクセサリーが公開される17時から18時までの1時間限定で、うん、毎日アップバンクストアでセールを行っております。うん、商品は毎日変わります。うん、なので概要欄にある記事の
リンクから記事に飛んでいただいて、その下の方にセールへの入り口があるので、ぜひそちらからアップバンクストアの1時間限定セールもチェックしてみてください。ちょっと遊んでたけど、ウルトラマンみたいな。ではまた明日、はい、さよなら。ご視聴ありがとうございました。毎日夕方5時の更新、今日のアプリ、今日のアクセサリー動画はアップバンクでも同時に記事が上がっています。ぜひ合わせてご覧ください。さらにアップバンクの記事では、下にコメントがあります。そのコメントをしていただくと毎日一人素敵なグッズが当たるかもしれません。要チェックです。ではまた明日の夕方5時にお会いしましょう。引き続きアップバンクをよろしくお願いします。バイバイ。